ゆっくり3号です。ライムです。いきなりですが、共同ユーゴ4万4000円、共同ハヤテ3万3000円。そして現在セール中の共同博5000円。でも流行感は流波だね。板構成も材質もグレードサイズも、ほぼ同じ仕様なので、竜や層とどう違うかしらやってみます。まずラケットを並べての観察。左が層で、右が白だね。グリップやサイズは同じだね。でも断面を拡大すると、ブレード厚はほぼ 5.9 ミリだけど、層の芯材の厚さがちょっと厚い。1ミリあるかないかだけどちょっと厚いね。これは大きな差になるね。ちなみにユーゴとも比べてみても、層の芯材はやはりちょっと厚い。この差がどう出るか気になるね。上からボールを落としてみたけど、テンションの差か、層はアウターに近い弾み方だね。昇竜は中国ヒートだから粘着強めかな。K3 も強力粘着なんだけどね。とりあえず共同箔で強打してみよう。箔は張本インナー ALC に似た程よいしなりと食い込み感。でもインナー ALC みたいに振動吸収する時の震え感やしなりはそこまでない。いつもの3号ドライブより回転量上がってる気がするね。正直これユーゴと同じで飛びすぎず飛ばなさすぎずでしなり具合も絶妙。今は共同層で強打してみるよ。層は中心材厚いのがすぐわかる。芯の硬さがあって白より飛ぶね。下がっても強いけど、初速もあってスピード出るので全中陣向きの損エイサー仕様って感じする。上書きカウンター。ドライブ引き合い。バックドライブ。すべてのプレイをし出してみたけど。結論、層は芯が厚く固めの少し打球感で初速も速く全中陣向きには最高のラケット。そして箔はユーゴとよく似た打球感で飛びも抑えも程よいバランスが最強。そして一番驚いたのが、箔のカット。正宗、ボル CAF、インナー系など色々カット使ってみてきたけど箔は過去一。裏攻撃系カットマンの選手ぜひ打ってほしい。ってことはユーゴでもカットやりやすいんだね。ユーゴもカットやりやすい情報あるのよね。そんなわけで箔と層の比較動画でした。上板たこと材の3号インナー ALC でないかな。出ないよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。